皆さんこんにちは。日本で腹話術師といえばと聞いたら、ほとんどの人が一国堂さんと答えると言い切ってしまってもいいぐらい、腹話術師として高い知名度と技術を持つ一国堂さん。以前はバラエティやモノマネ番組で大活躍していましたね。しかし突然その姿を見かけなくなります。どうやら一国堂さんは深刻な状態になっていたようです。今回は腹話術師の一国堂さんの経歴や激痩せとテレビで見なくなった理由についてお話ししたいと思います。一国堂さんのプロフィール。名前一国堂。本名玉木一国。生年月日1963年5月27日。血液型 A 型。身長175センチ。最終学歴、日本映画大学。一国堂さんの経歴。神奈川県高座郡寒川町で生まれた一国堂さん。それから沖縄に移り、沖縄市で生活をします。3人兄弟でお兄さんと弟さんがいらっしゃるそうです。幼い頃は家がとても貧しかったそうで、ご両親が経営していたレストランの収入で何とか生活していたそうです。しかし、1970年にアメリカ政権下の沖縄のコザ市で発生したコザ暴動の煽りを受け、レストランの客足が減り、閉店に追い込まれます。その結果、お父様はタンカーの船員となり、お母様も働きに出てしまったため、寂しい幼少期を過ごしたといいます。その寂しさを紛らわせてくれたのが、近所に住む琉球大生だったシンガーソングライターの佐渡山豊さんだったそうです。一国堂さんのブログ名、ドゥーチュイムニーは佐渡山さんの代表曲のタイトルです。そんな一国堂さんと腹話術の出会いは中学生の時、野球部に所属していた一国堂さんは集団無視といういじめに遭います。中学生ながら人生に絶望感を抱いていた時、テレビで見た腹話術に感動し、希望を見出したそうです。そして高校生になると、内気な性格を克服するために、先生のモノマネで注目を集めようとします。草刈正雄さんや田原俊彦さん、ルパン三世など、様々なレパートリーのモノマネをしていました。それが、面白いと人気になり、全校集会などの前説を担当するまでになったそうです。そんな一国堂さんですが、高校卒業後は俳優を目指し上京します。きっかけは、当時放送されていた西田敏行さん主演のドラマ、池中玄太80キロだったそうです。上京後、当時の日本映画学校に入学し、卒業後の1986年に、劇団民芸に入団。舞台俳優として活動します。劇団の宴会でモノマネのレパートリーとして持っていた腹話術を披露したところ、看板俳優の米倉正兼さんに腹話術師の道を勧められ、独学で腹話術を勉強します。一国堂さんは腹話術をはじめとするいろいろな教えを受けた米倉さんを人生の師と仰いでいるそうです。その後は劇団民芸を退団し、独自の芸風を模索していた時期にテレビでたまたま見かけた腹話術を思い出し、図書館で黎明書房の誰にでもできる腹話術を借りて独学でマスターをしました。腹話術を勉強し始めて数年が経った頃、腹話術界で不可能とされていたパ行を出すことに成功します。これは下唇の代わりに、舌を使って発声するという高度な技で、一国堂さんは成功するまでに4年かかったと話しています。さらに、一国堂さんの代名詞とも言える、口の動きと発声をずらす時間差芸を開発。声が遅れて聞こえてくるよは大人気のネタとなりました。1992年から腹話術師として本格的に活動を開始し、1995年のポンキッキーズへの出演で知名度が上昇。1998年にラジオ番組の高田文夫のラジオビバリーヒルズ内の企画第11回お笑いゴールドラッシュ2での優勝をきっかけにブレイク。一国堂さんの人気は確かなものとなります。2000年には日本で初めて腹話術のみを取り上げたビデオ一国堂劇場を発売しました。このビデオが反響を呼び大ヒット。発売初日で初回出荷の5000本を完売しました。2011年2月からは情報番組花丸マーケットにも出演。さらに2011年9月以降の爆笑そっくりモノマネ紅白歌合戦スペシャルにはレギュラーとして出演し、モノマネと腹話術のコラボ芸を披露。あのコロッケさんも自分にはできない芸と大絶賛しました。救急搬送された原因。そんな売れっ子となった一国堂さんでしたが、2016年3月にご自身のブログで意識をなくして倒れ、病院に救急搬送されたことを公表しました。一国堂さんは毎日10キロのマラソンを日課にするなど、日々体力づくりに励んでおり、体力には自信があったようですが、今回倒れたのは苦手だったお酒を克服しようと、40歳の頃から寝る前に梅酒を飲んでいたことが原因でした。救急搬送された日も日課にしているマラソンを終え、汗を流すため入浴した後、晩酌していたとのこと。梅酒をグラスで2、3センチほど飲むと、迷走神経反射を発症し、転倒したようです。この時の状況について、一国堂さんは、トイレに入ろうとドアノブに手をかけたところまでは記憶があるんですが、気がついたらトイレから3、4歩のところで倒れていた。顔を触ったら血だらけで、と語っています。この迷走神経反射とは、ストレスなどから来る自律神経の乱れが主な原因となって引き起こされます。他にも強い痛みや精神的ショックなども原因として挙げられており、血圧や心拍数が低下して脳への血液供給が滞ってしまうことで起こる症状です。精神的にも体力的にも疲れていた時に、あまり得意でないアルコールを摂ってしまったことが意識を失った原因だったようです。昔と比べて痩せた？迷走神経反射により倒れてしまった一国堂さんですが、退院後の再検査で外傷性くも膜下出血と両側前頭葉挫傷であるとの診断を受けています。意識を失って倒れた際に顔面を強打したことが原因のようです。どちらの病気も深刻化すると治療が難しい場合もあり、後遺症も残るケースがある病気です。ですが、一国堂さんは幸いどちらも軽度な症状でした。そのため、手術を伴わない治療を受けることができたのです。ちなみに、2016年3月22日に入院し、25日に退院。翌月の16日には仕事復帰されています。その際には、痺れはなかったようで、人形を操ることには問題がないとお話をされていたものの、噛むことに関しては 100% ではないようで、噛む力がないために腹話術にも影響が出るかもしれないといった心配をされていました。激痩せの噂も。実はそんな一国堂さんですが、このニュースが世間に出た際に、以前に比べて痩せて、かなり頬がこけ、痩せた印象になったため、何らかの病気なのではないか、と噂されました。一つの理由には、2014年に尿管結石を患い、治療を続けていることもあるかもしれません。また、この2年間で様々な病気を患ったことも理由だと思われますが、趣味であるマラソンの影響ではないかと言われています。以前から何に対してもストイックに取り組む一国堂さんですから、病気後も体力づくりの一環としてマラソンを続けることで以前よりスリムになり、そしてその体型をキープしているのでしょう。現在の活動は？最近ではテレビやメディアであまり見かけることのない一国堂さん。一時は亡くなったのではないかという噂も流れましたが、そんなことはありません。芸こそ披露していないものの、バラエティ番組には何度か出演されています。2020年4月に放送された相席食堂への出演は、ネットユーザーを騒然とさせました。相席食堂は、有名人が日本各地の食堂に行き、相席をお願いするバラエティ番組です。その様子をお笑い芸人の千鳥が鋭いツッコミを入れながら見守るという内容。一国堂さんは相方と呼ばれる人形と共に神奈川県真鶴町を訪れるのですが、ロケ慣れしていない一国堂さんは地元民との交流がうまくいきません。結果、就職活動で真鶴町を訪れていた女性を半ば強引に食堂へ連れ込むといった事態に。それに対し千鳥がパワハラ腹話術師と容赦ないツッコミを入れます。スタジオは大爆笑に包まれるのですが、放送を見た一国堂さんは、ショックを受けたとブログに書き込んでいました。さらに、暗かった中学生の頃の自分をなんとか明るく変えようと、無理して頑張った高校1年の時の自分を見ているような VTR でした。また、パワハラに気づけないなんて56歳として情けない、と謝罪したのです。これを見たネットユーザーは、面白かったよ。一国堂さんはものすごく頑張ってた。など、励ます声もありましたが、一国堂さんがブログを休止する事態に発展してしまいました。尋常ではない落ち込み方に、一国堂さんの病み具合を心配する声も上がりました。そこまで追い込まなくても、と思いますが、誰よりも仕事に対して真面目で、何事にも一生懸命取り組むだけに空回りしてしまうことも多いようですね。いかがでしたか？倒れられて入退院をされるなど、一時は大変な状況だった一国堂さん。激痩せの理由も病気ではないようなので、安心された方も多いのではないでしょうか。テレビから消えたとも言われますが、あの神業的な腹話術は、地方営業やイベントなどで引っ張りだこだと思いますので、あえて拘束時間が長いメディア露出を控えているとも考えられますね。たまにはテレビに出て、一国堂さんの腹話術を知らない若い人たちにも見てもらいたいです。